初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。しまいにはそのお客さん結構高単価な発注をしてくれる方で、このお客さんを俺が引き継ぐよみたいな感じで、そのお客さんを横取りされちゃいました。後輩とか部下から食事とか飲みに誘われるのは嬉しいもんです。超嬉しい、超嬉しいよね。お金払うってなっても嬉しい、うん、毎日は嫌やけど、それは言うけど、おごらへんで行くけどって。行くは行くやん、毎日でも行くは行くやん。じゃあ誘っても別に嫌な気はしないんです。可愛いだけ、うん、なんか村瀬さんの言葉を借りるようですが、ブス臭いは嫌よ。じゃあ私はブスとは言ってないから、うん、臭い、汚い、どん臭い、見た目の差別はないみたいに。ブスはおもろいことあるから全然、うん、その性格ブスね。性格ね。あ、 そう、それはいいやね。ちょっと木下さんは今のとこ性格ブス寄りです。いや、そんなことないと思う。いや、それがない。それがない。それがない。なんでブスかというと、やっぱ人の悪いとこばっか探そうとしすぎてる気もしてるんですよ、うん、その絶対どんな人間でもいいとこあると思うんですよ、うん、いいとこ何があります、その上司は。上司はその仕事は要領いいので、僕が一日かけてやる仕事を、まあ、その上司は数時間でパパッとやっちゃったりするので、そこはすごいなと思います。あとは人間性が見える部分ではどうですか、いいところはなさそうですか。携帯の待ち受けがペットのワンちゃんなのがちょっと可愛いなと思います。いいじゃない。何犬ですか。何犬でした。ちょっと気になっちゃった。プードルです。あら、可愛い。ピーカップ。いや、普通のプードル。え、なんか親切にされたとか、配慮こういうのあったなとかはないですか、自分に対して。自分に対しては、まあ、案件ってきたときは、まあ、すごく褒めてくれるんです。よくやったなって、まあ、よくやったなっていう割にはなんか自分の手柄にするんですけど。すごい褒めるね。そら褒めるの。そら褒めるよ。くやったな、俺の手柄だ、手柄だって。そら褒めるだろ。その人から学ぶってのはどうですか、いろいろ。逆に自分もこう盗むじゃないけど、そのやり方を勉強するってどうですか。え、でもそれだって今木下さんがやだやだって言ってて、今度上司になって後輩の手柄取ってたらウケるよね。手柄取るでこうなんかいいところだけ真似するものですね。ウケるっていう文字持たないじゃないですか。後輩力に欠けるので、あまりなんか上司に対してのアプローチの仕方が下手くそというか。後輩力って大事よね。大事ですね、確かに。どういう人が可愛がられますか。ちょっとバカっぽいのが可愛がられるんですよ、うん、教えてくださいとか。顔が良ければね。顔が良ければ、本当にそうよ。顔が良ければバカっぽいわ、本当に。とか言われなくても先やっといたりするとさすがだねって褒められることは多いかもしれない。超古臭いけどやっぱ缶コーヒー買ってくるとか、うん、そうだから私は仕事的じゃないと思う、うん、そう、仕事関係ない気がする、うんうん、気遣いとかじゃないですかね、細かい、うんうん、自分のお金ですか。あそこが、その100円が何万円に変わると思います、うん、その100円の缶コーヒーが何万、そういうとこ可愛くないで、ね、木下さん自分のお金でですかって。ね、見せ方も大事よね、缶コーヒーとか。私なんか、あ、当たったんでとか言われたらすごい嬉しいかも。あ、それ当たってなくても。そうね。ちょっとなんかそう、媚びを売るみたいなことはちょっとできない。なんで、なんでそんなのごますりまくれよ、検証になるぐらい。こうやって吸っていかないとダメよ。ごまする嫌ならもう実力で押し切るしかない。そうですね、そっちで行きたいですね。押すぐらいのバイトで行った方がいいんじゃないですか、はい、でも。媚び売りって難しい。だから上司がもう横取りできないぐらい大量の仕事を取ってきたらどうですか。僕が一個持ってるのは、僕が取ってきた案件を結局上司がうまく対応できずに僕に結局悪いこと考えてた、はい、上司が失敗するして自分が立て直すという。でもその失敗自分のせいにされるから、来ないでくださいは言えないですか。もう来ないでくださいは言えないです。どこはなぜなんですか。商談とかに先方がちょっといろいろ厳しいみたいで、自分以外はちょっと来ちゃダメって言われてまして、天才で過去の商談決裂とかも結構あったみたいで、そういう嘘はちょっと
ついてみようというか、そうです、それはやってみよう、大事、そこはいいと思います。ゴマすれないのに嘘はつけるプードルは褒めた方が良さそうですねプードルトーク、確かにプードルはもうわがままなんですよ、本当に。プードル2匹いたらこっちの方が可愛がられてるっていうのを見せつけるからね、相手に。へー、人間みたいな。こう抱っこしてたら誇らしそうにもう1匹の方、そうなんです、かわいい、やりたい。どっちがいいと思いますか、その上司に気に入られるようにアプローチしてうまく関係性を築いていくのか、それと もう自分の力だけでのし上がって上司の立場を起こすのか。どっちもできたら一番、優秀で、いい気がします。けどなんか多分大した横取りじゃないのに、まあ、ちょっと疑ってかかってるんで、上司の悪いとこ探しばっかりやっちゃってるから。悪いですけど、その上司めっちゃ多分優秀やと思います。あの人の仕事とかでも何でも自分をよく見せる術ってすっごい難しいんですよ。もうそれできる上司は出世します、その方。うん、なんで、将来を見据えて、やっぱりごまわすといった方がいいと思う。うちの相方も横取りしてきますよ。私が言ったコメントを復唱して、そっち使ってるから。私にもやってるよ、そのあなたの相方。うん、恐ろしいでしょ。恐ろしいです。私はいつも絶対それ私が言ったかぶせ気味に言って使えないようにするそう。どうでした？一個気に食わない点があって、上司の一個じゃないですよね。あれもうさっきから何個も聞いて何が気に食わない？その手柄は横取りするくせにチームでの失敗は全部僕のせいにされる、責任転嫁されるのがちょっと気に食わないというか嫌だなって思います。基本的にやり取りはメールとかがいいと思いますよ。エビデンスに残るんで、ちゃんと記録に残るものだと人って後で提示されたりなんかされたりが怖いんで、ちゃんと文字化してエビデンスに残しておくっていうようにやるといざっていう時に使えますね。私は働いてた時もね、メールだけじゃなくて対面で喋ったことも全部後から文字に書き起こして、こういうことを今日言われたって後になったら忘れるから、うん、そのファイルを用意してました。ずっと誰で何と言ったとか、メールでこんなあのメッセージが届いたとか、ちゃんと記録に残して、でも前回こういうこと言ってましたよねっていうのが言える状況を作った方がいいんじゃない。確かに。今度から会話はログ取るようにします。ログ取った方がいい。とかそのメッセージでやり取るように。そうね、自分の成果を全部上げたらいいんじゃないですか。人間の心理学的にでもすごい褒めると、その相手はいやそんなことないよって言い始めるらしいんですよ。だから全部仕事を上げちゃえば、逆にいやこの仕事を自分で取ったからいやいいよって言ってくるかもしれない。この失敗も僕が語りますよ。かぶりますね。もう本当に僕のせいなんですよ。もう本当にそんなことないわって。そうですか。そんなことないことないですよ。人に寄りそう。もうなんかやめちまえば。しんどくない？おすすめあるよ。上司の前で僕特技あるんすよって言って、うん、座禅バッグを着ます、ね、座禅バッグだけは本当に人が大笑いして人を幸せにするわよ。座禅バッグって何ですか？私のちょっと特技なんやけど、今日ちょっとね汚いけど、何私大好きこれ。なんかジム行った時にジムの人が、あの体硬いですねって言うから、うん、硬くないですよって言って披露したものをインスタに載せたのよ、うん、そしたら結城が爆笑してくれて、うん、行きますよ、ちゃんと座禅バッグ。座禅組みます？皆さん。そう、そもそも私それができるので、座禅は分かるけど、普通のあぐらをかくでしょ、うん、座禅っていうのはこっちの足をこっちに乗せて、あこっちの足をこっちに乗せる、あれはそもそも難しいな、うん、特に男はこれ難しい、うん、で座禅バッグがこれで、うん、いやモザイクでしょこのな。なんかちょっとね、ちょっとすごい、なんかすごい、なんかすごい、なんかすごい、これね、で、うん、あの結構ね、みんな何でもできる、できるというか、これ多分できないよ。俺おかしいと思うなよ。どうやってやるんですか。どうやってやるんだろう。そうそうそう、やってみてください。やらないでやってみてほしい。やったら首になりますよ。多分それ上司の前だったらめちゃめちゃ気に入られる。一か八かすぎる。同時進行ですね。同時進行で。同時進行。うん。最終兵器は座禅バック。もうこれでやっていただいて、うん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。
そんな締め方